こんにちは、二階堂ふみです。今日は私の一週間のコーディネートを紹介したいと思います。打ち合わせからそのままお祭りに行けちゃうルックです。この中に着てるのは月影屋さんの濃い口シャツに、これがステテコです。で、ジャケットを羽織ってヒールを合わせると不思議と打ち合わせに行けちゃうっていうルックに仕上がりました。このジャケットはクリステンセン・ドゥ・ノルドで買ったジャケットなんですけど、なんかすごくこういい、やっぱりこう上質な生地を使ってて、で、やっぱり縫製もしっかりしてるので一生着続けられるジャケットかなと思って、今の自分はこういう着方をするし、10年後は多分違う着方をしてるだろうし、そのまたさらに先もずっと着続けたい、いろんなこう着こなしができるジャケットだなと思って、お気に入りの一つです。で、靴はこれピフェリーっていうペタも承認しているビーガンレザーの靴で、で、ビーガンレザーの靴でこういう、こうデザインのあるものって結構今まで少なかったので、すごくお気に入りのブランドです。で、このちょっとビジネスウーマンなバッグは母が本当多分30年ぐらい前に買ったバッグみたいで、なんかちょっと擦れちゃったりとかしたみたいで、自分でマニキュアでちょっとその擦れをごまかしたりしてて、なんかすごい可愛いなと思ってそのまま持ってます。で、終わったらジャケットを脱ぐともうそのままお祭りに行けちゃう。なんかこの月影屋さんって結構こう古典的な柄からちょっと面白い現代的な柄もあって、現場行く時とかなんかすごくユニフォームみたいな感じで着れそうだなと思って買ったんですけど、やっぱすごくおしゃれなのでそのまま外出の時にも着たいアイテムですね。愛犬とお散歩ルックです。このオーバーオールはすごい多機能というか、ここにいっぱいいろんなものが入るんですけど、これは古着屋さんのトロでもう一目惚れして買って、このロブスターが可愛いなと思ったのと、したら偶然ワンちゃん用のうちの子たちのロブスターのおもちゃがありました。で、ここにこれお水入れなんですけど、こうやってすぐお水を飲ませることもできて、そしてここからプップちゃん袋をシュッと取って出して、こうまた行けるというお散歩のためのルックです。 T シャツはベースレンジで買った竹譜の T シャツで、帽子はデザイナーのふみちゃんが仲いいんですけど、サイクルっていう、これもオーガニックコットンでできた帽子で、靴はスタン・スミスと、ステラ・マッカートニーのコラボで買いました。ワンちゃんは今2匹いて、柴犬のジジちゃん、ちょっとここにちっちゃく連れてきました。あとジャック・ラッセルの保護犬だったゾイっていう2匹なんですけど、2匹一緒にお散歩行くのもすごく楽しそうなんですけど、ちょっとうちワンちゃん2匹だけじゃなくて猫ちゃんもいて、あとフェレットちゃんもいて、で1人対1匹の時間をなるべくちょっと取りたいなと思ってるので、あとちょっと年齢が7個違って、ちょっとゾイが歩くのが少しマイペースというかちょっとずつ遅くなってきたので、お散歩は1匹ずつ行くようにしてます。だからこのリードで楽しいねって言って一緒に行ってます。日本では
家族を本当必要としているあのワンちゃん猫ちゃんで、ワンちゃん猫ちゃんだけじゃなくて他の動物たちもいっぱいいて、あのそういったことを皆さんと一緒に考えながら、どうやったらその問題をこうより良くしていけるかっていうことをやっていけたらなっていうふうに思っていて、あの自分も学びながらなんですけど、あの本当いろんな方々とお話ししたり、あとこう意見を交換しながら、より良い日本の動物と人間が共存していける社会を作っていけたらなと思っております。美術館へ行くときルックです。撮影の合間とかちょっと時間があって、あ美術館が近くにあるっていう時とかちょっと行ってみたりとか、あとはこうお休みの日とか、あの結構一人になってそういう場所に行くのが好きなので、そういう時になんか一人の時間を楽しむためによく行ってます。このワンピースはサムソサムソっていうブランドなんですけど、あのマテリアルとかリサイクルでできているもので、そうサステナブルでデザインも可愛くてすごくあの気に入りのブランドです。この靴は私があのスカウトされたあの沖縄の地元にあるアンクっていう古着屋さんで買ったサドルシューズですね。美術館に行くときは結構帰りに美術館のショップだったりとか写真集とかアートブックとかを買ったりするので、結構トートバッグを持っていくことが多いです。これはね上海でのセレクトショップで買ったんですけど、これもダブルファンタジーってあの小野陽子さんのやつ見に行った時に買って、結構もう使いすぎてちょっと薄汚れてきちゃってるんですけど、アクセサリーは基本的にはいつもピアスと指輪だけだったんですけど、先日私がもう世界で一番大好きだった祖母が亡くなって、でちょうどそのタイミングでロロさんっていうあのアクセサリーブランドでデザイナーをされてる菅原さんとあのちょっとご縁があって、それでちょっとこううちの祖母の思い出の話とかあのどういう思いがあるってことを伝えたら作っていただきました。これがロケットペンダントになってて、ここにおばあちゃんの写真を入れてて、でこの K はおばあちゃんのイニシャルです。あのなんかこういうものをつけてるといつもおばあちゃんにこう守ってもらってるような感覚になって、すごく温かい気持ちになるので、これはちょっとまた一つお守りになりましたね。これは夜遊びディナールックです。 MA デザビエさんのこのセットアップに一番のお気に入りなんですけど、あの編み物堀之内さんで一目惚れして作っていただいた、モノクロヤスシニットです。もともと編み物堀之内さんのファンでバッグとか持ってたんですけど、あの過去の作品でヤスさんニットをあの堀之内さんが作っていらっしゃって、それですごくかっこいいなと思って、オーダーして作っていただきました。でこれにピフェリーのミールを合わせて、このコーディネートだったら上を脱いでこうやってさらりとちょっとこう手とかに持って、これでディナーに行ってちょっとこう2軒目も行って軽く飲んで気持ちよく酔っ払いたい、そんなルックです。でバッグはこのシャネルのマトラッセなんですけど、これは古着屋さんで買ったもので70年代のマトラッセの形なんですけど、なんかレザーはまだ答えが出ていない部分があって、ちょっといろいろいつもこう考えながら、どういうふうにその、まあ、サステナブルと動物愛護っていうものをこう両立していくかっていうのはずっと悩んでいて、
でもこういう古着のやっぱりレザーとかはこれも70年代のものなので、もう50年近くやっぱり前のものがこうやって綺麗に、前の方が大事に大事に使って持ってたものを自分が今こうやって譲り受けたような感覚があって、まだ答えは出てないんですけど、命を大事にするっていう意味でも、長く使う一生もののものをこう受け継いでいくっていう意味で今は選択して使っています。バッグはこれもすごく気に入っていて、これ沖縄のミンサー織りっていう伝統工芸品なんですけど、なんかこういうちょっと大きめのバッグを合わせても可愛いし、ジャズバーとかなんかブルーノートとか音楽聴けるところに行くのも好きで、なんかこのオランピアルタンで買ったこのバッグ、ちょっとこれでこうやって小脇になんか挟んで行っても可愛いのかなって思ってます。やっぱヤスさんメガネかけてるので、こんな感じでもどうですか、なんかマッチますよね。これは私の好きがあふれるチャイナルックです。これは古着屋さんで買ったチャイナドレスなんですけど、なんかちょっとこう柄とか色がロカビリーなテイストも入っててすごく好きな一つです。で、合わせてる靴はカトゥーの、これもビーガンレザーのスクエアパンプスで、可愛いですよね。なんかちょっとこうクラシックな感じで、これでなんかちょっとコンサートとかも行けるし、ご飯とか食べに行ってもお出かけする時のなんか一つ定番コーディネートです。なんかチャイナルックが本当に昔から好きで、多分うちの母も祖母も好きだったからだと思うんですけど、かなりその影響を受けて、お気に入りの中のまた一つお気に入りのアイテムです。これもお気に入りの一枚で、これ長いんですけど、私がそのスカウトされた古着屋さんで見つけたもうお気に入りのシノワズリのワンピースです。これは結構長いので、なんかゆったりと着られて、どっちもお気に入りです。このバッグは、これも祖母の形見で、なんかやっぱ結構ビーズのバッグを合わせるのが好きで、これはおばあちゃんが使ってたもので、で、これは私が去年自分で買ったものなんですけど、やっぱりこう通ずるものがあるっていうか、おばあちゃんのやっぱりこう好きだったものを、こういうところでもなんか影響を受けてる感じがしますよね。どっちがいいですか？次へ。早く打ち上げできないかなルックです。作品が終わると必ず、コロナの前までは打ち上げがあって、スタッフの方々とキャストとでみんなで一緒にご飯を食べて、お酒を飲んで、現場での思い出をこう語ったりとか、作品についてお話ししたりとかする時間があって、で、私すごくそれが好きで、みんなでお話しする時間はもちろんなんですけど、なんか打ち上げってちょっとこうおしゃれしていくことが多くて、なのでこうお洋服とか見に行っても、あ、これ打ち上げに着ていきたいとか、なんか何かしらこう理由をつける一つが打ち上げだったので、早く打ち上げできるようになりたいなって思ってます。このつなぎ もう本当にジャストサイズで見つけて、古着屋さんのトロで買いました。で、カバンはステラ・マッカートニーの。このパールの三連ネックレスはビビアン・ウェストウッドで買ったんですけど、ちょうど25歳になるタイミングで買いました。でもなんか結構やっぱりこのデザインって、なんだろう、こういうカジュアルなものにも
すごくマッチするし、こう一気にこうスタイリングがおしゃれになるので、すごくお気に入りのアイテムです。で、の中に着てるビスチェも、これはグッチで買ったんですけど、なんかこういうこうレース、パールなんだけど、こうすごいカジュアルなこうワークスタイルなものっていう組み合わせって、すごく着心地がいいというか好きですね。行ってきます。はい、ぶらり下町ルックです。下町がすごく好きなんですけど、かっぱ橋とか台所の道具を見に行ったりとか、あと浅草に行ってお蕎麦食べに行ったりとか、こう和菓子を買いに行ったりとか、なんか東京だけじゃなくて、こう撮影で地方とか行っても、あの商店街の方とか、そういう古い街並みが残ってる場所に行くのがすごく好きです。このシャツはここにメイドインジャパンって書いてあって、ヴィンテージで買ったんですけど、すごく夏でも着心地が良くて、でやっぱこういうちょっとさらりとした質感のものが好きで、普段はよく着てますね。このデニムも、古着屋さんで見つけました。なんか結構形がこういう感じで、結構70年代のこうちょっと広がった感じのデニムで、でなんといってもこの下駄がすごく気に入ってて、音がすごく夏っていい感じだなと思って、割と小さい頃からこういう下駄とか草履でなんかあの外に行くのが多かったですね。それで、このバッグは岐阜にある社会福祉事業団のワークサポート宮子さんっていうところでやられてるブランドのもので、クラフトバッグ、手作りのクラフトバッグなんですけど、あのディサビリティを持つ方々があのそこでいろいろ作ったりとかされていて、これはあの友達がプレゼントでくださったんですけど、なんかすごく意思を感じるというか、後ろとかでも可愛い感じ、断る。これに合わせるんだったらこのサングラスがいいなって。なんかこのデザインがいいなっていうのと、あとここの赤とここの下駄の赤がこうマッチしてて、ここにもあった。そう、なんかちょっと差し色になるし、なんかこう下町なこうムードになんか合う。どうですかね、合いますか。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。またお会いしましょう。じゃあね。